何のためにどうした、はい、年末年始にかけてテレビでの露出も増えてきて、うん、はい、そこに合わせてちょっと YouTube も盛り上げていこうかなと、はい、両面見せていこうということですね。そうです、新しい温泉投資やっぱなんかそこで3人の足並みが揃ってないと、はい、やっぱいけないじゃないですか。よくない、まあそうだな、ということで3人の足並みを揃えなければいけないので、うん、今回やる企画は民主主義ゲーム、3人の意見を合わせるまで帰れませーん、せーん、うん、帰れるの帰れるのいや、3人の民主主義ゲームをやるんですけれども、うん、3人の意見が合うまで帰れない、終われないっていうゲームです。じゃあもうあれだ、逆に帰れんだ、それ帰れるわ、これじゃあ頑張るぞ。じゃあ行きます、はい、赤いものといえば、え、まあだからそのこれ言うだろうなっていうところで合わせに行けばいいんだよな。はい、行くよ、はい、せーの、リンゴ。お疲れ様でした。いや動画を見てくれてありがとうございました、うん、気になった方はチャンネル登録、グッドボタン押してね。概要欄に Twitter の URL もあるので、ぜひそちらもご覧ください。いいんじゃない？いいかな？こんな感じ？こんな感じ？はい。いけそう？じゃあね。てててんててててんててててててんてんてんてててん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 舞台上でやっても弱いよな。もっと強いギャグが欲しいよな。よし、そうだ、こうなったらもっと強いギャグを手に入れるためにいろんな芸人からたくさんギャグを手に入れて最強のギャグを手に入れちゃおう。ギャグわらしべ長者。てん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 ありがとうございました。いただきません。くそわ。あの悪魔が。そうですね。自分でもそう思います。あ、はい、これは、うん、あのそのボツにしたものなんで。まだあんの？はい。まだあんの？まだあります。じゃあまた今度来てよ。また今度来てよ。いや、もっと強いのあるんですよ。あ、もう来てる。あ、また今度だ。それは白く松の広大です。石橋さん、このギャグどうですか。はい、歴史ギャグ、つなつな、つなよし。江戸時代。正解。さすがです、ありがとうございます。以上です、ありがとうございました。いただきます。やったよ。ありがとうございます。いただきます。よっしゃ、白熊津校内からいただいた一発ギャグ、歴史ギャグ、つなつな、つなつな、つなよし。白熊津のあっちゃんです。石橋さん、はい、このギャグどうですか。子供が嫌がるギャグ、ねんねんこーろこ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 ろ、バイバーイ。いただきます。やったー、ありがとうございます。いただきます。これはいただきます。これはいただきます。ありがとうございます。つなよしより絶対面白い。やった、やりました。白熊津あっちゃんからいただいた一発ギャグ、赤ちゃんが嫌がる一発ギャグ、ねんねん
コロリよコロ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 バイバーイ。ポポロクランクティムティム山本です。石橋さん、僕のギャグどうですか？はい、ちょっとすいませんね、失礼します。いや、無理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 いただけません。いただけません。マジですか？無理です。無理です。いや、無理か。いや、痛すぎる。なんでもない。1ヶ月しっかり編集すればできるから。いや、無理だ。ポポロクランクの自由が渡辺です。よろしくお願いします。石橋さん、僕のギャグどうですか？はい、すいません、遅刻しちゃって。え、本当ですか？わかりました。いただけません。うわーい。うわーい。ポポロクランク難しい。いけますよ、ブリッジ結構。あ、そうですね、そう、そっち側で。お、いけそうじゃん。いけそうですね。いただきます。うわー、ガチ。え、本当ですか？いただきます。ありがとうございます。え、お、本当ですか？いただきます。あ、もう使ってください。これはありがとうございます。ツバメ花火頑張れ太郎からもらったギャグ。お母さん、今日の夕飯何？夕飯味噌だけ。ギャグいかがですか？はい、そう。目立てー。確かにそれあげてみ。確かに、どうぞ。できなくて。はい、じゃあお願いします。いただきません。手を挙げて足組んでその手を後ろに。ワオ、セクシーポーズ。いただきません。ツバメ花火の横田です。石橋さん、このギャグいかがですか？話せ話せ、お、話せ節子。これドロップやない、クローズや。いただきます。ありがとうございます。これはもう一体文句なし。いや、よかった。文句なしでいただきます。ツバメ花火、横田からもらった一発ギャグ。話せ話せ話せって。節子、これはドロップやない。クロスや。どうも、マメネッポアズマです。お世話になってます。前回に引き続き、再チャレンジさせていただきます。石橋さん、僕のギャグどうでしょう？いけこうすごい使い勝手が良くてポジティブなギャグなんで、ぜひ使ってください。はい、人を褒めるときに使います。
あ、石橋さん、今日の服装めっちゃいいっすね。もしよかったらこれどうぞ。グッドです。ありがとうございました。いただきません。うわ、嘘でしょ。ちょっと、あずま、マジか。石橋さん、なんでこんなことを。石橋さん、何が困ったの、マジで。いや、いいと思うんすけど。見上がったんだけど、気に入らないですか。あ、お前ならもっと上を着る気がする。いや、だっか、マシももう、そっか、うん、期待してんだな。圧倒的なものを持ってきてる。圧倒的なものですか。うん、わかりました。ちょっと電話してきます。出たの。出たの。行くんだ。豆鉄砲佐藤です。よろしくお願いします。石橋さん、はい、僕の考えてきたギャグどうでしょう。はい、最低猫やります。いただきません。あー、ありがとう。佐藤たちできるの。ありがとう佐藤。ありがとうまず諦めた。いや、もう終わったんすよ。もう来ねえよ。ツボメハービーの D 中山です。 D 石橋さん、僕のギャグどうですか。はい、石橋さんに殻を破ってもらいたくてこのギャグをあげます。いきます。うわ、なんか持ってきた。いただきません。あー、マジか、ビーナマジ。ツバメ花で初の敗退。どうも、僕と会長小本です。石橋さん、はい、僕のギャグどうですか。はい、右手を顔の前に、左手も顔の前に、お尻を突き出しましょう。モザイクパニックマン。いただきません。うわっ、くそ、ダメだったか。そりゃそうか。ごめんな。ギャグ大事にしてる。本当に渡したくないじゃん、クルー渡したくない。ビバリーガールかすみです。石橋さん、このギャグどうでしょう。はい、ダンス歴14年ビバリーガールかすみの一発ギャグいきます。私は今アリを踏んでいます。いただきません。うわー、あーマジか。これ悔しいね。悔しいですね。結構動いたんですけど、うん、ポキッて俺頑張ったんですけどダメでした。ちょっと怪我の危険性があるから。そうだね、ちょっと足ポキッてなっちゃうんだよ。ごめんな。ビバリーガールのしぶきです。私のギャグもらってください。お願いします。ちょっと20% 人間が残ってるゾンビ。白菜。もう一発でいい。じゃあ続きまして。チームプレイ。みんなで一緒に。だんだん。俺詐欺。使えません。どっちがいいですか。オレオレ詐欺は使えません。あ、オレオレ詐欺。一本目ゾンビはないですか。白菜。はい。使えません。
どうも。お久しぶりです。また来ちゃいました。豆鉄砲、あずまです。お世話になってます。前にやらせてもらったギャグがね、採用されなかったということなんで、もうついに持ってきました。お最強のギャグを。あ、頼むよ。はい。これは絶対採用してくれると思います。OK。いきます。はい。あまり大声で言わない方がいいことを大声で言ってみます。第二希望です。ありがとうございました。いただきます。うわー、来たぞ。やったー、やったー、やったー。マジっすか。あの、冗談とか関係なく僕大好きです。よーし、これ大好き。いや、ありがとうございます。僕のつもりもぴったりなっていうの。ぜひ、やってくださいね。これいただくから、本当にいただくわ。豆鉄砲、あずまからもらったギャグ、あまり大声で言わない方がいいことを大声で言ってみます。第二希望です。あれ、もらうと、もらうとちょっともらうとちょっとあれか、知った上でな。